太平三郎四郎は、太平三郎と太平四郎によるお笑いコンビ。太平一門、列号三匹門家。愛称は、サブ四郎。二人とも、小竹芸能の養成所出身、漫才トリオ列号三匹に支持し、1976年に、太平三郎四郎のコンビ名で、小竹芸能所属の漫才コンビとして、新世界新ヶ月からデビュー。福は、 弟弟子に当たる。その後、毎日放送の、ヤング王、王に出演したいがために、吉本工業への移籍を希望する。しかし、吉本と小竹の間には、協定があり、芸人の引き抜きは禁止されていたため、どうしようと悩んでいたところに、師匠の列号三匹から破門された。列号三匹は、実は二人の気持ちを知っており、 彼らコンビがスムーズに吉本に行けるようにわざと切れたふりをして暴れて騒動を起こし、駆けつけた松竹芸能の幹部の目の前で波紋を言い渡す、芝居をした。その際、列号正二が自分たちのことを蹴りながらもウィンクをしていることに気づき、この時、師匠が自分たちのために芝居を打って出ているのだと、四郎は悟った。このため、列号三匹が全員死去するまで師匠、 弟子としての関係は続いた。1980年代の漫才ブームの波に乗り、人気漫才コンビとしての地位を確立した。この頃、当時は無名だったダウンタウンの才能を見抜き、ラジオ番組のレギュラーを与える。テンポの速い漫才で、大きな演芸のタイトルを数多く受賞し、島田信介は、このままでは、サブローシローやダウンタウンには勝てないと評し、晋介、 龍介の解散の一員ともなった。1988年に吉本から独立して東京に芸能事務所を設立するが、1992年、お互いの仕事官等の意見対立から喧嘩別れする形でコンビを解消した。その後、サブロウのみ1993年に吉本に復帰し、後にシロウも吉本復帰を果たすが、確実からコンビが組めず、 2012年2月9日に、四郎が英民し、サブロー四郎の再結成は不可能となった。コンビ結成コンビ解消、新コンビ時代再結成、コンビ解消ダウンタウンの二人が、下積み時代に世話になった。先輩芸人は少ないが、唯一サブロー四郎の二人には可愛がられていた。サブロー四郎が、ラジオ番組、ト、モモンガのリニューアルに伴い、 番組を降板することになり、番組側が新たな出演者を探しているとき、番組関係者に、サブローシローは次はダウンタウンにやらしたってくれ、こいつら面白いからやらしてやってくれと彼らを勧め、ラジオ大阪も冒険だったが、無名にもかかわらず、番組の新レギュラーとして、ダウンタウンが出演することになる。これが、ダウンタウンにとって初のレギュラー番組となった。後年、 松本はものすごくいい勉強になった楽器の使いのフリートークの原型みたいなものだったと振り返っている。現在ではダウンタウンとサブロー史郎との共演はないが今もって若手の頃によくしてもらったことを感謝している。五ブ五ブでは浜田雅都がサブローと偶然出会い握手を交わしている。解決エミチャンネルではサブローが松本から笑い飯を紹介されたことなどを話している。 三マのまんまでは、松本、サブロウール巨人、島田紳介で会合があったことを明かしている。ありがとうございます。